今日はこのトランスジェンダー役はトランスジェンダー当事者の俳優にというふうに、えーまあ、いろんな国だったり、まあ、映画業界で言われているのかということを細かく説明していこうというふうに思います。はい、でとまず、えー、と本題に入る前に今日、えー、このプレゼンテーションを行うのはどういう人間かということを、えー、紹介したいと思います。えー、と私の名前は庄司剛といいます、えー。1974年生まれで、えー、石川県金沢市の出身で、えー、現在は、えー、東京在住です。 で私はですね、瞳の色は、自分の瞳の色はブラウンだというふうに自認していますあの。髪の毛の色は黒だというふうに自分で思っています。でまあ、最近白も混じっていますで。僕の肌の色なんですが、肌の色は自分ではライトベージュだというふうに思っています。はい、で私はシスジェンダーの男性です。えっと、シスジェンダーというのは、生まれたときに割り当てられた性別と、今現在社会生活を送っている性別が同じ人のことをシスジェンダーというふうに 言います生まれた時のに割り当てられた性別から、えー、と現在社会生活を送っている性別を変,、まあ、変わっているもしくは変えたいと思っている人のことはトランスジェンダーというふうに、えー、言います、はい、私は、えー、生まれた時に男性として割り当てられ現在も男性として、えー、生活していますので、えー、シスジェンダーの男性ということになります私はあのシスジェンダーの男性なので、えー、これを英語で、えー、私のことを、まあ、認証代名詞で呼ぶときはヒ・ヒムというふうに 彼というふうに表現してほしいということです。私の性的指向なんですが、バイセクシュアルです。つまり男性や女性、両性が自分の恋愛やセックスの対象になり得るということです。私の職業なんですが、映画や映像の演出ですとか、あと VFX、コンポジットといういわゆる実写の合成、CG とかの合成を内外にしています。これが私の辞任です。 アイデンティティィとということですね、えー、映画『片袖の魚』というのが、これが、えー、と2021年の7月10日から、えー、と新宿系図シネマで、えー、公開しまして、えーまあ、おかげさまで、えー、全国に公開されました。で短編映画なんですが、えー、これがどういった作品かといいますと,、えー、と、実は日本で初めてトランスジェンダー当事者の俳優を、えー、一般公募のオーディションでキャスティングした映画作品ということになります。はいまあ、例えば、えー、こういったような、えー、募集の 文面を作りまして、これを、えーまあ、SNS を中心に拡散して、えー、オーディションを、えー、行いました、はい。このトランスジェンダー役はトランスジェンダー当事者の俳優にという主張ですね、はいまあ。こういった主張に基づいて、えー、僕はトランスジェンダーの当事者の俳優というのを日本全国から、えー、公募したわけですが、はいまあ、なぜこんなことが言われるのかということです。 はい、例えば2020年の7月に、えー、とハルベリーさんという、えー、アメリカの俳優さんですが、はい、この方が自分が演じるはずだった、えー、トランスジェンダー男性の役があったんですが、えー、このトランスジェンダー男性の役を、まあ、女性だというふうに、えー、インタビューで表現して、まあ、これで批判が殺到し,します、はい。そして、えー、と謝罪後に、えーまあ、自分はこの役を演じる資格がないというふうに、えー、思い、降、え、板、ー、を発表したというような事件がありました。 これ、ミスジェンダリングというふうに言うんですが、えーまあ、ミスジェンダリングしたことによって批判が殺到し、降板を発表したというようなことがありました。はい、で、次ですが、えー、とこれが、えー、2021年の年末11月に、えー、このエディ・レッドメインさんという俳優が、えー、この映画、リリーのすべてという映画で主演していたんですが、これはどういう映画かというと、えーまあ、世界で初めて性別適合手術を受けたとされている、えー、トランスジェンダー女性の役。 このエディ・レッドメインさんという、まあ、シスジェンダーの俳優さんなんですが、エディ・レッドメインさんが演じていたと。で非常に、えー、この映画、僕も大好きで、えー、このお芝居も本当に素晴らしいと思って見ていました。なんですが、このエディ・レッドメインさんは、えー、2021年11月のインタビューで、えー、このリリーの全てでトランスジェンダー女性の役を演じたことは間違いだったというふうに、えー、彼は発表します。はいまあ、例えば、えー、我々がこう LGBT t の、えー、映画祭、クイア映画祭なんかにこう自分の作品を応募する際にもです、よく LGBT を扱ったクイア映画祭ってです、ねあの、この映画は何についての映画なのかというジャンルを選ぶ、あのそういうチェックボックスがよくあるんですね。はい、でこの映画祭でもありまして、まあ、LGBTQIAAAZA というふうにありますが、この T のところを見ていただきたいんですが、トランスジェンダー当事者がトランスジェンダーの役を演じた。 フィルムしかもこの映画祭では受け付けませんというふうにかなり強く、はい、書かれている、はい。でもこのくらい、えーまあ、その食い合いが祭においては、えー、トランスジェンダーの役を当事者の俳優が演じるということは非常に重要であり、もうえー、かつ一般的になりつつあるというふうに、えー、覚えておいていただければと思います。はい、で、まあ、我々が、えー、トランスジェンダー役は当事者の俳優にといったときに、これが非常によくある質問というのを、えー、まとめてみました。こういった反応が 特にネット上なんかでありますす、ね。ねとということです、はい、まず一番、えー、よくある、何でも演じるのは俳優という職業ではという反応ですね。はい、で次、えー、この役柄と属性の固定化につながるのではないか、まあ、当事者しか演じたいけないことになるんじゃないか。次、えー、キャスティングは属性ではなくて実力勝負ではというような、えー、反応もよくありますね。 はい、でここからはまあちょっと、えーよまあ、これも非常によくあるある上に、まあ、似通った感じではあるんですが、一、まあ、つ目は、えー、じゃあそんなこと言ってたら、お前ら人殺しの役は殺人犯しかできないじゃないか、えー、警察官の役は、じゃあ警察官しかできないのかよとかですね、まあ、大げさなところになると、じゃあ宇宙人役っていうのはもう宇宙人が演じるべきなんじゃないですかという、はいまあ、こういった反応は非常によく見られます。はい、そして、えーまあ、これはは最後日本なならではなんでんすが、えー 日本では男性が女性を演じるという伝統があるんじゃないかというふうなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。はい、今日は、えー、とこれらの反応についても一つずつひもといていきます。はい、じゃあまず、えー、と1つ目の反応なんですが、この、まあ、何でも演じるのが俳優という職業ではという、まあ、これが一番でも非常によく聞かれる、えー、反応だと思います、はい。非常にティピカルな反応です。はい、でもこれに対して我々、えー、こう思います。はいえー、当然です。 はい、俳優には何でも演じる自由があって、それを禁じる権利というのは誰にもありません。これは当たり前の話です。はい、当然、えー、俳優なんですから、何だって演じたっていいんです。はい、ではなぜ、我々はトランスジェンダー役はトランス当事者の俳優になどと、えー、言っているのかということですね。はい、で、この主張、はい、実は、えー、2つの観点があります。えー、1つはですね、えー、雇用機会の非対称性、そして、えー、と不平等の問題というのが1つ目の、えー、ポイントです。 2つ目、このトランスジェンダーのメディア表彰の問題、メディアリプレゼンテーションというふうにも言いますが、表彰というのは、それぞれの人間だったり属性というのがメディアを通して社会に現れるときにどういうふうに立ち現れるかというようなことを表彰というふうにメディア表彰というふうに言います。はい、この雇用機会の非対称性不平等の問題とトランスジェンダーのメディア表彰の問題というこの2つのポイントがあって、我々はトランスジェンダーの役はトランスジェンダーの当事者に というふうに言っているということを、えー、まず念頭に入れていただければと思います。はい、では、一、えー、つ目ですね、説明していきます、えー。この雇用機会の非対称性、不平等の問題というのは、えー、これは何なのかということです。はいまあ、このトランスジェンダー役はトランスジェンダー当事者の俳優にという言葉が出たときに、まあ、先ほど、えー、よくある反応でありましたが、それって役と属性の固定化につながるんじゃないですかという、はいえー、質問があの、反応がよくあります。まあ、ちょっと皆さん、えー、よく考えていただきたいです。 はい、まあ固定化ではないんで,ですね、はい。そもそも今の日本ではトランスジェンダーの役もシスジェンダーの俳優が演じるということが一般的です。まあいろんな作品を思い浮かべていただければ分かるんですがトランスジェンダー当事者を、えー、あえて当事者の役でキャスティングしている作品というのは非常に少ないわけです。むしろ、えーまあ、シスジェンダーの俳優がトランスジェンダーを、えー、の役をですね何役だと言ったり、えーまあ、体当たりの演技なんていうふうにえー まあ、枕言葉をつけて演じているというのが今現状の日本の状態ですね。はい、むしろこれは逆に固定化しとるやないかいということですね、まあ。非常に普通に不平等なわけです。はいまあ、じゃあなんでそんなシス、えー、ジェンダーの俳優が、えー、トランスジェンダー役の方で固定化されてしまっているのかということですね。はい、それは、えーとまあ、この日本のトランスジェンダーの俳優を取り巻いている悪循環があるというふうに、えー、私は考えています。 まずこの、まあ、一つ目ですね、われわれがこのトランスジェンダー当事者の職業俳優、まあ、職業俳優をキャスティングしようとしたときに、どういう壁があるかというと、まず人数が少なくてキャスティングの選択肢が限られるんですね、まああの。この役、トランスジェンダーの当事者の俳優にやってもらおうと思っても、まず当事者の俳優がどれだけいるかが分からない、でどこに連絡すればいいか分からない、まあ、非常に数も少ない、表立って活動している人が少ないということで、まあ、非常にキャスティングの選択肢が限られてしまう。 そうなると、まあ我々としても困りますので、じゃあ、どうしましょうか。まあ、となると、まあ、無名のトランス俳優をメインで起用するということは、やはり、興行成績や視聴率の面で非常にやっぱりリスクがあるわけですね。はい、でそうなったら、まあ、そのリスクを回避するために、当然、シ、え、ス、ー、ジェンダーの有名俳優をトランスジェンダー役として起用することで、視、ま、聴、あ、率や興行、えー、成績をまあ担保することが必要になるということですね。はいでまあ、それを言い訳にして、えー、我々われは、シ世ジェンダーの。 俳優をトランスジェンダー役に起用していくということが生まれます。はい、でそうなると、えー、そこで本当はトランスジェンダーで俳優をやりたかったトランスジェンダーの人はどうなるかというと、えーまあ、その役はもうそこで取られてしまっているわけですから、まあ、そのトランスジェンダーの俳優が現場経験を積んで収入や人脈を得るための場所というのが奪われます。で当然、出てないわけですから、まあえー、メディアに露出する機会そのものが、えー、減ってしまいます。はいでまあ、そうなると、えー、露出の機会が減ると、まあ、つまり えー、この世の中にはトランスジェンダーの俳優というものが、えー、可視化されないという状況になるわけですから、そうなると俳優を目指す当事者の成功のロールモデルというのがほぼない、乏しいなわけですね。でまあ、例えば、えー、トランスジェンダーの、まあ、当事者が俳優を目指したい、まあ、お芝居やりたいと思ったときに、まあ、見回してみるとトランスジェンダーの俳優として成功している人が誰もいないという状況になった場合、えーまあ、やはり自分の人生かけて、 もその誰も先人がいないところに一人で乗り込んでいって、私がまあファーストペイギーになるんだっていうふうに思える人がどれだけいるかということですね。これは非常に厳しいと思います。ただでさえ厳しい俳優という業界に、まあ、誰も成功のロールモデルがいないところに乗り込んでいって、まあ、成長を立てる道筋も見えないところで、それでも俳優を志すことができるかどうかというところですね。はい、でも、それが、ね、バラエティタレントであったりとか、まあ、例えばお姉タレントみたいな枠であれば、もうすでに成功の事例があるわけですね。 そうなると、大体の人はやはり、自分の人生設計ということで考えれば、そっちを選んでしまう人がやはり非常に多いんじゃないかというふうに思います。でまあ当然、所属する芸能事務所の方でも、ああ当事者の俳優が入ってきても、仕事が限られてるから、ちょっとうちでは預かれないよねっていうようなことが起きてしまいます。当事者が俳優としてまあ所属したいというふうに考えても、芸能事務所が受け入れを躊躇する可能性が高まるということですね。結果、そうすると当事者のえ俳優というのは数が増えない,増えないわけですね。 当事者の数が増えないということは、まあ、最初の1に戻りまして、まあ、トランスジェンダー当事者の職業俳優の人数が少ないため、我々はキャスティングの選択肢がずっと限られたままになってしまうということです。でまあ、この悪循環、じゃあどうやったら断ち切れるんだろうといったら、結局、トランスジェンダー当事者の俳優を積極的に起用していくことでしか、えー、断ち切れないというふうに思います。 えともちろんですね、なんか100年に一度、1000年に一度のような超大天才トランスジェンダー俳優が突如、えー、現れて、すべてをゲームチェンジャーのようにひっくり返す可能性はなくはないと思いますよ。はい、なくはないと思いますが、ないと思います。はいえー、じゃあ、どうやって変えていこうかといったら、積極的に、えー、少しずつでも、えー、当事者を起用して、積極的に起用することで、当事者の俳優を表に出して人数を増やしていくということが必要になると思います。 はいまあ、こういうことですね、トランスジェンダー俳優のロールモデルを作るということが、我々に求められていることだというふうに認識しています。はい、でこれってあの、まあ、すごくフェミニズムでいうところの、えっと、まあ女性の社会進出におけるガラスの天井にそっくりだなというふうに僕は思っていて、まあ、結局、トランスの当事者が上に行こうとしても、それを評価できる人が誰もいないという今の状況、成功のロールモデルもいないという状況では、やはり難しいというふうに思います。はい、そのためににはは我々は積極的に トランスジェンダーの俳優を起用していくということが必要だというふうに思っています、はいはい。では、ここから2つ目の、先ほどのトランスジェンダーのメディア表彰の問題ですね、2つ目の理由にいきたいと思います。はいでまあ、先ほども言いましたが、メディア表彰というのは、まあ、その特定の属性だったり、人がメディアを通して社会には立ち現れるときにどう取り扱われるか、どういうふうに現れるかということが表彰ということですね。 はいまあ、これ例えば、シスジェンダー男性のまあ有名俳優がトランスジェンダー女性を演じるとします。はいまあ、つまり、シスジェンダーの男性がえ異性相をしてトランスジェンダーの女性役を演じるということが起こり,起こります。はいまあ、そうなると、その有名俳優さんがまあその表彰を世間に広めるわけですね。それは世間にトランンスジェンダー女性の表彰としてえ 異性性ししたジェンダー男のの姿といいうのが拡散していきますこれ、いや、でもだったらお前ら止めればいいじゃないかというふうに言われてしまうかもしれないですけど、それを、これをマイノリティの側から止めていくというのはとても難しいことです。それはなぜなら、えー、マイノリティであり、数が少ない、声が小さいからですね。はい、つまり、えー、こういったものを止める責任というのはマジョリティ側にあるというふうに、えー、思います。そうすると次に、えー まあ演じるシスジェンダーの男性俳優も前,前に演じたトランスジェンダー女性の役というのをお手本にしてまあ次のシスジェンダー男性俳優がまた演じます。はい、でまあこのシスジェンダーが演じたトランスジェンダー像をまあシスジェンダーが評価するというようなことがここで起こってきます、はいまああの。あの人の演技素晴らしいよね、そのシスジェンダーの男性がトランスジェンダー女性を演じた役、あの演技は本当に素晴らしい、最高だ。 というのを、ススジェンダーの人たちが、観客がそれを評価していく、うん。で、そして次に演じる人もまたそれをお手本にして演じていくということが起きてきます。はい、で、これはどう,などういうことかというと、えーまあ、このマジョリティの創造による表彰の、えー、マイノリティの表彰の再生産というのがここで起こります。えーまあ、これはあのイラスト屋さんのイラストがどんどん大きくなってますけど、繰り返されることによって、えー どんどんその偏見が強化されていくということですね。実際にはそうじゃないのにという部分も、えー、どんどんそのマジョリティの想像によって、えー、作られたトランスジェンダー像の偏見というのがどんどん強化されていってしまうということが起こります。で、まあそうなると、まあこの世間で考えるトランス女性像というのが、えー、今、この右側にありますが、はいえーとまあ、ただ実際にこの社会で生活しているトランスジェンダー女性に、当事者にとっては、うん、私たちこうじゃないんだけどなというふうに、やはり皆さん思っている。 でこれじゃないといととうふうに思うんでですけどでもそれを止めることはでできないんですねこれはマジョリティの側の、えー、と分母の大きい人たちが、えーと、でもトランスジェンダー女性ってこういうことでしょうというふうにして、まあ、メディア表彰というのを再生産してしまうので、これによってどういう害があるかというと、この下にカッコして、えー、黄色で悪魔化というふうに書きましたが、作られた偏見、強化された偏見を使って、えー、悪魔化ということが起こるんですね。でまあ、こういったものを、こういった悪魔化された、えー、トランスジェンダー像というのを使って、えー、社会的な排除が進んでしまう恐れがある。 といいう,うに思っています、はいでまあ、これがどういうことかというと、まあ、つまりマジョリティの創造によるメディア表彰が当事者の尊厳を奪うということになるわけですね。はいでまあ、この尊厳を奪われるだけではなくてです、ね、これはどういうことが実害が起きるかというと、このマジョリティの創造による表彰が当事者の今度社会生活で必要不可欠な仕事を奪うというようなことにもつながっていきます。 はい、例えば、この企業で採用担当者、まあ、その採用の権限があるような人が、えー、この偏見が強化されているようなトランスジェンダー像というのが、まあ、トランスジェンダーだというふうに認識していた場合ですね、まあ、仮にその履歴書なんかにこう正直に、えーと、私はトランスジェンダーですと書いてあったり、まあ、戸籍上の性別と現在の性別が違っていたりした場合に、いやいやいや、でももう、この採用担当者の頭の中ではそうじゃないわけです。の異性性相をした男性というのが えー、トランスジェンダー女性だというふうに、えー、この採用担当者は思ってる偏見があるわけですから、まあ、そうなると、いや、うちの会社でそんなの、そんなやつ入れられないよね、取れないよねっていうふうになってしまう可能性がある、でも実際にやはりこういう実害が、えー、起こってしまうということですね。はい、で、まあ、このマジョリティの創造による表彰というのが今度、まあ、当事者を、まあ、尊厳がなくなって、仕事がなくなったら、それはつまりどういうことかというと、社会に居場所がないんですね、まあ、社会から排除されてしまうということが起こります。 はいまあ、つまり、トランスジェンダー当事者の手で、当事者像を社会に示して、悪魔化や排除に対抗する必要があるということです、はい。これが、このトランス、どうして我々がトランスジェンダーの役に当事者の俳優をというふうに言っているかということの二つ目の理由、このトランスジェンダーの表彰の問題ということです。はいでえっと、これはちょっと普段の講演では、ほ,まあ、ほぼほとんど言わないんですが、実は最後にもう一つ付け加える。 えー、ことがあります、はい、これは、えー、と3つ目の理由として、トランスジェンダーのプライドの問題というのが、えー、あります、はい。これ、例えばどういうことかというと、えーまあ、先ほどもちらっと出ましたが、このシズジェンダー、まあ、マジョリティの俳優が演じたトランスジェンダー像が、まあ、シズジェンダーの人によって評価される。まあ、そして、えー、トランスジェンダーというのはそういうもんだよねという、まあ、表彰がどんどん広がっていくというようなことを先ほど言いました。うん、でやはりこれその、当事者にとっては非常に屈辱的ですよね。 自分たちとは違う属性の人が演じた自分たちの役を、まあ、自分たちとは違う属性の人が評価し,評価して、まあ、その人たちがどんどん名前を挙げていく、まあ、役を取っていく。まあ、これは非常にやはりあの屈辱的なことだと思います。はいはい、でこれは、えーとまあ、本当に当事者にとっては実は最もこの3つ目のプライドの問題というのが大切かもしれないというふうに思います。はいでまあ、このプライドの問題、えーまあ、このマジョリティに尊厳を算奪されないということですね。 はい、そしてこの同じ属性の誰かが活躍しているという喜び、まあ、こういったものって、やはりその当事者にとっては生きる希望になりますし、うんまあ、そもそもその自分たちの尊厳を算奪されることって、うん、なかなかつらいことなんですよね。うん、で、これが、まあまあ、こういった問題というのは、でもなぜ僕が普段あまりこのことを言わないかというと、えー、まあこういった問題というのは、このアイデンティティ自分のアイデンティティを傷つけられた経験のないマジョリティの人にとっては、あまり伝わ,り伝わらないとか、伝わりづらい。 ことだとだ思うん自分、ね、のプライドというものが、まあ、あのあ、そう、つらかったね、傷つくよね、かわいそうということで、まあ、お気持ちの問題というふうに、まあ、賠化されてしまいがちだというふうに思います。はい、でも、これは、えっと、お気持ちの問題ではなくて、実際には、えー、人権問題なんです、実は。はい、なんですが、えっと、この、まあ、プライドの問題というのは、やはりこの内面的な問題として、まあ、個人の問題として、歪償化されやすいので、まあ、僕はあまり普段の講演では、このことについては触れないです。 はいまあ、どうして、まあ、この LGBTQ のイベントとか映画祭とか、まあ、パレードなんかにこのプライドという言葉がどうしてついてくるのかということをちょっと今一度皆さんあのお考えいただけると嬉しいなというふうに思います、はいで。ここでちょっと最初のよくある質問に戻したいと思います、はい、これにちょっと一個ずつ答えていきます。 はいまあ、おさらいですね、はい、何でも演じるのが俳優という職業では知ってます、はい、雇用機会とメディア表彰という、えー、俳優の職能、スキルとは別レイヤーの問題として、皆さん考えてくださいということですね、はいで。この役柄と属性の固定化につながるのではということに対しては、まあ、当事者しか演じちゃダメというふうには、我々誰も言ってないんですね、そもそも。はい、でも、そもそもそう誰にも禁じる権利なんてないわけです。 というか、現状は逆側に固定化されてるんですから、それを改善して、どっちもどっちの役もできるようにえもっと自由にしていきましょうよという、役柄を広げていく、可能性を広げていくということが、この主張の裏側には実はあります。はいまあ、このキャスティングは属性ではなく、実力勝負ではということ、はい。これはもうその通りとしか言いようがないですね。ただし、スタートラインが同じならそうですよね、はいで。この人殺しの役は殺人犯しかできなくなるのではという。 はいまあ、これはそもそもトランスジェンダー派は犯罪者ではありません。まあ、これ他のセクシャリティ素地もすべてそうですが、えー、犯罪者ではありませんで。犯罪行為とジェンダーアイデンティティやセクシャリティというのを絶対に、えー、一緒にすることは、これはやめてくださいということですね。はいまあ、この警察官の役は警察官しかできないのか、じゃあという、はい、これはもうトランスジェンダー職業じゃありません。はいえー、まあバイセクシャルも、えー、ゲイーもレズミアンも職業ではありません、はい。だからこれはもうそもそもこういった質問自体が不適切ですね。 はいまあ、じゃあ、この宇宙人役は宇宙人しかできないのかよという質問ですが、これはちょっと落ち着いて考えてほしいんですが、まあ、もし本当に宇宙人が我々の前に現れて、まあ、地球人が演じている宇宙人の表彰というのは、我々、宇宙人のプライドを非常に傷つける、あの今すぐやめてほしいというふうに抗議を受けたなら、当然これは配慮すべき問題ですよね。まあ、もちろん、この宇宙人側に、えっと、我々と同じようなこの文化的な背景があるかどうかというのは分からないですけど、もし、えー、そういった文化背景があって、 えこういったことを言われたら、これは当然、その宇宙人に配慮すべき問題だというふうに考えます。あと、これですね、えー、この日本には男性が女性を演じる伝統があるじゃないかという、はい、これ、非常にこれもあのよく聞かれる反応なんですが、これ、そもそもトランスジェンダーと無関係じゃないですかっていう、はい、まあ全くその、まあ、仮にその伝統があったとしても、これはトランスジェンダーと関係ない話ですよね。はい、で、この伝統といえばということなんですが、 はいまあ、そもそも考えていただきたいんですが、明治時代まで、まあ、江戸幕府はあの女性がお芝居することを禁じてましたから、まあ、明治時代までは女性役も男性が演じるということが、日本では当たり前だったんですね、伝統だったわけですね。もう今では女性の役を女性がやるということは非常に当たり前のことになってますけど、まあ、そうではない時代もあったということですね、まあ、つまりトランスジェンダーの役をトランスジェンダー当事者がやるということも、もう僕はえこの流れに沿っていくと、まあ、当たり前のことになるというふうにえ思っています。 はいまあ、というわけで、えーまあ、まとめです、僕はトランスジェンダー俳優にも、えー、平等に門戸が開かれて、トランスジェンダー当事者の手でトランスジェンダーの表彰が紡がれるということを望みます。それが、まあ、実現できた暁には、えーと、シスジェンダーの俳優も実力を遺憾なく発揮して、堂々とトランスジェンダーの役を演じればいいと思います。はいあのまあ、それが実現でき 暁といううのはもうあのトランスジェンダーの当事者の俳優が、えー、それなりの数が、えー、もう社会に出ていて、まあ、トランスジェンダーの役というのはもう当事者ってでもこういう人だよねというふうに、まあ、みんながもうイメージできる状況ですね、まあ、そうなってきたらようやくそれでスジェンダーの俳優も、まあ、演じるべき対象が分かるわけですから、まあ、あと、えー、一般のお客さんも評価すべき対象というのが分かるわけですから、まあ、その状況になったらス、えー、ジェンダーの俳優も、えー、実力を本当に まあ堂々とと発揮してて、えー、トランンスジェンダーのの役を演じてくれればいいいいうふうふに思いますすも、はい、もちろんその逆もしかりです、はい、だって演じるということは誰にとっても真剣勝負で楽しいことのはずなんですけど、まあ、今はまあそうなってないですよねということですね。はい、本当は僕は、えー、このトランスジェンダー当事者の俳優から、えー、とトランスの役はトランス当事者に私たちにという声がもっと強く上がってほしいというふうに、えー、思っています。 はい、ただし、まあこ,のしまあ、この狭い、本当に日本の芸能界で圧倒的少数者のトランスジェンダーの俳優が、えーまあ、そういった声を上げることは、まあ、正直難しい、現実的には厳しいというふうに考えます。はい、そのために、まあ、今は、えーまあ、非当事者のわれわれ業界人が積極的にトランスジェンダーの役はトランスジェンダー当事者の俳優にというふうに声を上げて、まあ、そして実践するということが大切だというふうに考えています。 はいまあ、これらはあの、まあ、いわゆるポジティブアクション、アファーマティブアクションというふうにも、えー、言い換えられると思います。QTBI ポックというのが、ブラック・ラブズ・マターの運動の後からよく最近言われるようになってきています。はい、でこれは何かというと、はいでまあ、こういった、えー、QTBI ポックと言われるような人たちの表彰をメディアで扱うときは、特に我々は留意する必要がある、注意する必要があるということですね。 ただ、これはよくアメリカ、欧米で言われていることなので、まあ、これを日本に当てはめると、まあ他にも当然、障害者などのマイノリティであったりとか、えーまあ、日本においては、えーまあ、それこそ外国人の表彰ですね、はい、あと移民だったり、難民の表彰、まあ、ミックスルーツの表彰というものも、えー、またこの対象として当てはまるというふうに思っています。はい、ただし、ちょっと注意していただきたいんですが、えーまあえー、これ今回、トランスジェンダー の役はトランスジェンダー当事者の俳優にという観点で話しましたけど、これがもっと大きいところに広がって、マイノリティの役はマイノリティ当事者の俳優にというような主張になったときねこれは少し注意してほしいんですけど、それぞれのマイノリティの属性というのは、たどってきた歴史や置かれた状況、経験してきたことというのはまあ全く違うわけですね。これは一緒にすると、また別の属性を踏んでしまう可能性があるというふうに思います。 はい、ここは、えっ、ー、と、慎重になっていただきたいというふうに思います。こういった理由で、えー、我々は、えー、今後とも、今後もトランスジェンダーの役には当事者の俳優にという主張を、まあ、続けていきますし、まあ、皆さんも、えっ、ー、と、もし機会があれば、そういうふうにして、なるべくそういうふうにしてもらいたいですし、まあ、あの、と当事者が当事者役を演じている作品であったりとか、そういう役が、え、目の前に来たときには、あの、その人を評価してあげてほしいというふうに、えー、思います。はい、それが、えー、まあ、トランスジェンダー、 の生きやすさにもつながりますし、あのまあ、我々一人一人の生きやすさにも多分つながっていくんじゃないかなというふうに、えー、思っております。はい、えー、以上になります。